ッカーが大好きな人はもちろん、サッカーに詳しくない人も楽しめる番組、それがキックオフサイン。鳥取島根のサッカーを全力で盛り上げます。さあ、今月から始まりました新番組キックオフサイン、ナビゲーターの岡村翔子です。私はですね、ガイナーレ鳥取のホームゲームのスタジアムナビゲーターも担当しておりまして、ガイナーレ愛にあふれております。さあ、そんな私がお届けするこの番組、ガイナーレ鳥取だけではなく山陰のサッカーにまつわるさまざまな話題をお届けしていきます。ハイライト J3 リーグ第4節、ガイナーレ鳥取はホームで蒲田アーレサヌキと対戦しました。緑のユニフォームガイナーレは今シーズンホーム初勝利を目指して序盤から攻めていきます。縦に流した、さあ東条右サイド、高い位置上げた、シギマスヘディング、ここにもブロック、これがサヌキの持ち味です。鈴木からの横パス、増田にダイレクトで右へ、下がってきて受けた田中、その縦のスペース空いたところ、中に重松、そして外中外とつながった、東条、中に3枚4枚入っている、中にシュートーと、大久保のシュートはジャストミートしませんでした、ドフリーでしたが、絶好のチャンスでしたが、東条からのパスに大久保のタイミングが合わず、キーパーに阻まれてしまいます。ガイナーレ鳥取は何度もチャンスを作りますが決めきれず、前半は0対0で折り返します。後半8分、鈴木増谷、今は鳥取の時間帯です。東条、田中、アリクロス、クロスになりました、ヘディングで跳ね返す、セセ、緑があります、シュートは打たずに不幸運、そして落としてセセ、つないで重松、決まった、恩返し弾となりました、重松健太郎、今季3点目、昨シーズンまでサヌキでプレー、重松健太郎、恩返し弾となりました。さらに後半15分、田中に預けて重松が走り出した、重松と大久保がいます、大久保に預かるか、大久保粘って、大久保、大久保、大久保、決まりました、鳥取2点目追加点、大久保今季初ゴール。昨シーズンは左膝前十字靭帯を損傷して、13節以降は出場がなく、悔しい思いをした大久保優。サポーターに一礼。2対0とサヌキを突き放しますが、後半43分、180オーバーの選手が多く揃っているサヌキです。さあ曲がってきたボール、ヘディング、シュート、決まった、奥田。さらに終了間際、再びサヌキのコーナーキック。さあ先ほどは右から決めています、江口のコーナーキック、ヘディング、シュート、決まった、2点目追加、同点に追いついた。同じ形で右からのコーナーキック、頭で合わせました。試合はそのまま2対2の引き分けで終了。ガイナーレ鳥取はまたしても今シーズンのホーム戦初勝利を逃しました。この第4節が行われた日、J リーグの野々村チェアマンが、
ガイナーレ鳥取の視察に訪れていました。そこで単独インタビューをさせていただきました。 J リーグは、ね、今年30周年ということなんですけれども、はい、どのような思いがありますか？30年前からすると今考えられないぐらい成長してるんですけど、ここからの30年後のことを考えたら、やっぱり J リーグって魅力的だなっていうことをどれだけ多くの人に伝えられるかすごく重要だと思うので、今生まれる子が30歳になって日本を代表する選手たちになってるわけです。だからそんな空気を作れたらいいなって今年はと思ってます。そんなチェアマンの思いから今月スタートしたのがキックオフ番組。キックオフ参院をはじめ全国30地域で地元のサッカー情報を伝えていきます。さあそんな中で番組をやっていくわけですけれども、なんか大丈夫ですか？なんかこんな感じでやってほしいとかありますか？いやいやいや、あの全然僕はもう自由に、あのやっぱみんなが好きになってもらいたいんで、もう楽しめるような番組を作っていただければいいかなと思います。とこれ30個ぐらいのところでいろんなものができるんじゃないですか、その地域によって。だからサッカーで競争するように地域のその政策も競争してもらえればいいかなって。なるほど、結構今プレッシャーをかけていただいたわけですね。そのぐらいのプレッシャーがないとやっぱいい仕事できないですよ。いかにこのサッカーを題材に面白い番組ができるかっていうのを、ね、我々もちょっと考えていきましょう。考えていきましょうね。考えてくださいよ皆さん。お願いしますよ。この山陰の鳥取島根の皆さんに何か一言あれば。まずこの地域のサッカー熱がまあ上がるかどうかっていうのは、やっぱりサッカーに今関わってる人たちの力って結構大きいと思うんですよ。このエリアのサッカーを強くするためにも多くの人に関わっていただきたいなと思いますし、関わったら結構楽しいことはたくさんありますんで。第5節ガイナーレ鳥取は松本山雅 FC とアウェイで対戦しました。白のユニフォームガイナーレは前半押され気味の展開。前半11分、瀬瀬がボールを奪われ、松本山雅が一気に駆け上がります。左サイドから菊井がシュート。戻っていた瀬瀬に当たりゴールは免れます。ガイナーレのピンチは続きます。前半17分、松本山雅のフリーキック。さらに前半37分、松本山雅がボールを押し込もうとしますが、キーパーの糸原がセーブ。ガイナーレは防戦一方、シュートを一本も打てないまま前半を終了します。後半になってもガイナーレの苦しい時間は続きます。松本山雅絶好のチャンスでしたが、糸原のビッグセーブでゴールを割ることはできません。後半のアディショナルタイム、ガイナーレにもようやくチャンスが生まれます。瀬瀬がペナルティエリアの外からシュート。枠を捉えましたがキーパーにセーブされます。そして0対0のまま試合終了となりました。ガイナーレ鳥取の現在の成績は2勝1敗2引き分けとなっています。ガイナーレ鳥取の選手の素顔にとことん迫るこのコーナー、瀬瀬博人選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鳥取県倉吉市出身の23歳、ガイナーレのユースからトップチームに昇格。現在は10番を背負う、まさに鳥取の星です。10番で副キャプテン、このあたり責任感じていらっしゃいます？鳥取を盛り上げながらチームを
勝って J2 昇格できたらなと思ってます。試合に日々臨む中で勝つためのジンクスなんかありますか？スタジアムに向かうバスの中とかから結構外の景色見て、あの遠くを見るようにしてます。じゃあなんで遠くなんですか？でもなんか視野を広げたいんで。そのスタジアム着いて、はい、一番奥の看板を見て、で手前のペットボトル見てとかをやったりはするときはあります。ああそうなんですか。でそのまあボランチですからね、橋渡し役ですから、いろんなこう視野で見なきゃいけない。そうですね。それがピッチでは生きている。生きてます。おそのまあ商売道具といいますかスパイクですよね、はい、これどんなこだわりがありますか？このインサイドの部分が分厚いとなんかちょっと嫌なんですよ、だからちょっと薄めのやつがいいです。へ、瀬瀬さんは割と派手な色のスパイクを履いてるような、はい、そうです。あれはどうやって色を選んでるんですか？確かに瀬瀬選手のスパイクは真っ赤でよく目立ちます。実はこの色にはちゃんと理由があるのです。一昨年ぐらいから、まあ、おばあちゃんが見に来てくれるようになってスタジアムに、まあ多分分かんないなと思って赤いスパイク履くようにはしてました。あ、そうなんですか、はい、じゃあおばあちゃんが分かるように赤、分かるかなと思って。それおばあちゃんに言ってるんですか？あ、言ってないです。それ言いましょうよまあでも今年はちょっと変えようかなと思って変えるんですか？なんかなかなかなくて真っ赤のスパイクって、はい、サッカー選手のねやっぱりなりたいってお子さんも多いと思うんですけどね、瀬澤さんがプロになるためにこう意識的にやってたことどんなことでしょう？まあ、自分は結構ボール蹴るのが好きだったんで、コンクリートの壁があって結構そこに向かってボールは結構蹴ってました。やっぱ壁が一番いいんですか？いいですね。人とこう対話しながら蹴るのはダメなんですか？まあ、それでもいいんですけど、まあ、ちゃんと返してくれるんで壁は、ちゃんと返してくれるんで壁はいや人も返してくれません？壁は自分がミスキックしたら変なとこ行くんですけど、うん、はい、自分がちゃんといいボール蹴ったらいいボールが返ってくるんで。なるほど、じゃあ分かりやすいわけですか？分かりやすいです。自分の精度が、はい、ではここで選手の超個人的ベスト3を発表してもらうコーナーやっちゃいましょう。今欲しいものベスト3を書いていただきました。早速お見せください。これです。オーラリングって何ですか？指にはめるあのリングなんですけど、はい、睡眠の質とか分かったりとか心拍数とか分かったりするようなリングで、体調管理とかその睡眠の質を管理するのにいいなと思って、欲しいなと思ってます。さすがアスリート。そして第1位はプロジェクターです。何見ますか？マーベルの映画をマーベル。お一人で見るんですか？プロジェクターって友達も呼べるなと思うんで、ね、うん、はい、映画界とか。ああいいですね。楽しそうだなと思います。瀬瀬さんの映画界、はい、それどんな感じなんですか？こう人呼んで、例えば人呼んで、うん、まあ、ジュース用意して、お、ちょっとお菓子も用意して、はい、まあ、映画は自分が見たやつだけしか流さないですけど続いては瀬瀬選手の地元愛を深掘り。瀬瀬さんは県の中部倉吉市出身でございますね、はい、おすすめの倉吉のスポット改めてありますか？白壁土蔵群は結構倉吉の中では観光スポットだと思うんですけど、はい、行かれました？よく行ったのはパープルタウンとか。あーパータンです、はい、パータンみんなが行くんでパータンで何してたんですか？ゲーセンにみんな友達行ったりとかですかね、はい、そんな瀬瀬選手がファイナーレ観戦後に楽しめる倉吉おすすめ観光ルートを考えてくれました。まあ試合終わるのが3時ぐらいですかね。でそこから車で着いて4時、白壁土蔵群をちょっと回って、その後、まあ、ちょっとパープルタウンどんなもんか見てもらってで近くの井の吉っていうラーメン屋があるんで、はい、そこに行ってもらって、まあ、帰りは三朝温泉にでも寄ってもらって帰ってもらったら満喫できるんじゃないかな。完璧ですね。完璧です瀬瀬選手の素顔情報ファイルしました。さあここからは私ガイナーレ鳥取広報の森がお伝えします。ゴー広報部。
ガイナーレ鳥取にまつわる耳寄りな話、意外な話など、選手や試合以外の話題などお伝えしていきます。今日の企画はこちら、ファンクラブってこんなにお得。ガイナーレ鳥取のファンクラブはガイナーレグリーンクラブ、通称 GGC と言います。 GGC のお得なポイントを2つご紹介します。 1. チケットがお得。 2. 貴重な体験ができる。まず1番、まだガイナーレ鳥取のことを詳しく知らないけど、とりあえず試合を見に行ってみたいという方におすすめなのがグリーン会員です。入会金3000円でメインスタンド自由席のチケットが2枚ついてきます。通常当日に2枚買うと5400円かかるので、2400円もお得です。さらに GGC 会員証や来場ポイント特典、グッズ 5% 割引などのサービスがあります。もう一つのお得なポイントが、貴重な体験ができる。来場ポイント特典としてフラッグを持って入場するフラッグベアラー、選手と一緒に手をつないで入場するエスコートパーソン、試合開始前にボールを蹴り入れるキックインセレモニーなどに参加できるチャンスがあるんです。そして選手が倒れた時などに登場する担架隊、あの担架隊に参加するチャンスもあります。ぜひスタジアムに足を運んでポイントを貯めてください。その他にもシーズンを通して席を購入するシーズンパス会員も6種類ご用意しております。詳しくはガイナーレ鳥取のホームページをご覧ください。以上、ガイナーレ鳥取広報の森がお伝えしました。2023明治安田生命 J3 リーグ、ガイナーレ鳥取の次の試合は今日この後午後1時からバンダーレ八戸と対戦します。アクシスバードスタジアムでのホームゲームですので、ぜひお越しください。ここまではガイナーレ鳥取の話題を中心にお伝えしてきましたが、山陰にはサッカーに情熱を燃やす方々がまだまだたくさんいらっしゃいますよ。ということで続いてのコーナーは、躍動山陰サッカー。今日はちびっ子たちのサッカーに注目しました。まずは島根県松江市で行われたキッズサッカーフェスティバル in 鹿島。このイベントは親子のコミュニケーションがメインテーマ。6歳以下の子どもたちを中心に、遊びとしてのサッカーを通してスポーツの楽しさを体験してもらおうというものです。この日は72組の親子が集まり、みんなでサッカーを楽しみました。ボールを持つ前にまずは準備運動から、四つん這いで歩いたり、後ろ向きに進んだりします。これは動き作りと言われるもの。日常生活ではあまりやらない動きをすることで脳に刺激を与えるのだそうです。準備運動が終わったらボールを投げる練習。サッカーなのに投げるの？と思うかもしれませんが、実はこれで空間認知能力を高め、空中のボールにも対応できる練習になるといいます。そしていよいよミニゲームの開始。体育館を4つのコートに分けて行います。それじゃあ行きますよ。しっかりサッカーの試合になっている子どもたちもいれば、みんなでボールを追いかけているだけの小さな子どもたちもいます。ゴールなんか関係ありません。どこまでもボールを追いかけていきます。コート関係なく体育館を横断していきます。
実は6歳以下の幼児はまだ自分とボールとの関係しか認識できないので、周りの選手があまり見えていないと言われています。そのためみんなで一斉にボールを追いかけてしまうのだそうです。でもこれが幼児の正しい姿、楽しければそれでいいんです。きっとサッカーが大好きになってくれるはずです。続いては8歳以下の子どもたちが参加したアンダー8キッズフットボールパーク in 松江の話題。今回はおよそ90人の子どもたちが参加、青空の下、芝生のピッチでゲームを楽しみました。今日はなぜこのような、フェスティバルをしたかというと、実は今からこれから7年後、ね、7年みんながお兄ちゃんお姉ちゃんになった時に、この島根県でサッカーのお祭りがあります。サッカーのお祭り、実はこのイベント2030年の島根神有国スポで対象年齢となる小学校 1,2 年生に向けての取り組みなのです。子どもの頃からサッカーの試合をできるだけ多く体験することで、サッカーの楽しさはもちろん、仲間と協力し合うことも学べるといいます。参加した子どもたちは普段所属しているサッカーチームではなく、あえて違うチームの子どもたちと組むことになります。そうすることで友達の輪を広げてもらうのが狙いです。ところで先ほど紹介した6歳以下は自分とボールしか認識できないという説、8歳になると自分とボールと相手3者を認識できるようになるといいます。するとパスもできるようになり、サッカーの幅が広がるのだそうです。参加した子どもたちに感想を聞きました。じゃあ今日参加してみてどうでした？楽しかったです。楽しかったです。いっぱい点取れた？はい。何が楽しかった今日？なんか他のチームともいっぱい、まあ、やれてやれてお茶お茶でチームがバラバラになって楽しかった。待って、もうカットカット。ところでこのイベントにはもう一つ隠れた目的が。審判や子どもたちのケアをしているのは地元高校のサッカー部員。小学生と触れ合うことで将来サッカーを指導することにも興味を持ってもらいたいと参加してもらったそうです。小学生のみんなはみんな元気にやってくれて、こっちもとても楽しくなりました。こんな機会はあんまないので楽しかったです。ありがとうございました。地域のサッカーを未来につないでいきます。もちろんサッカーに詳しくない人も楽しめる番組キックオフ9。来週も鳥取島根のサッカーを全力で盛り上げていきます。お楽しみに。